皆さんこんにちは。今回も FF7 やっていきますよ。前回は話が重くなってきて、神羅本社に殴り込みに行こうというところまでですね。今回は殴り込みに行きたいと思います。何これ、むずくね。タイミングがさっぱりわからないんですが、近づいた時にって言ったってどの程度近づいた時なんだよ。しかもあれだけ溜めてジャンプしてるんだから、一番近づいた時じゃなくて、いくらかは離れてる時に押さないとつかめんやろ。オークラウド、ふざけてんじゃねえぞ。お前今までそんな飛び方してなかっただろうが。その飛び方をするんだったら、私ももう少し押すテンポが変わってるわ。お前が東京フレンドパークのフラッシュザウルスみたいなジャンプをしてたから、ちょうどつかめるくらいのタイミングで押してたのに、何を急に最短距離で飛んどんねん。はい、ここが神羅か。すっごい大きい。元ソルジャーって何なんだよ。来るのが初めてじゃ、使い物にならんだろ。話が噛み合ってねえぞゴリラ。なんで私がここに来たのは初めてという話から、60回以上は立ち入れないということになるんだよ。このゴリラ、クラウドのことなんかどうでもいいなこや。よくわからんが、真正面から突っ込むぞ。こそこそ言ったって、どうせすでに神羅には、こちらの動きがバレてる可能性もありますしね。私は基本的に脳筋なので、真正面から突っ込みたい主義なのです。真正面から突っ込んで、エレベーターで、上に上がっていきますよ。絶対神羅に動きバレてるわこれ。だがそういうのも気にしないというのが、真正面から行くということですからね。お、なんか、変なのを盗めましたね。バングルということは、防具ですかね。え？何これ、強すぎるだろ。防御力は倍、魔法防御に関しては3倍くらいの数値になってるんですが、大丈夫なんですかねこれは。まあ盗めたんだから、これはきっと仕様なんでしょうね。このゲーム、敵が急に強いアイテムを持っているパターンなの？この世界を仕切ってる会社のくせに警備がざるすぎるだろ。私も寝てるだけで給料がもらえる仕事に就きてえなー。ということで、警備の隙をつきまくって、どんどん上に進んでいきたいと思います。ここの警備をすり抜けるやつ、時間の都合上一発でいけたということにしていますが、めちゃくちゃ時間がかかっています。あまりにも難かったです。見つかってしまうと敵と戦闘になった上、最初からやり直しという場所なのですが、あまりにも見つかりすぎて、ポーションの在庫がつきかけちゃいましたからね。さて、バンバンカットして、上に進んでいきますよ。神羅の一般社員とかとの会話もあったのですが、別に重要そうな感じもしなかったので、動画にはしなくていいかということで、カットしちゃいました。神羅に勤めてる社畜が、社畜自慢をしているだけの会話がほとんどでしたからね。楽そうでいいやん。この市長、神羅には、反対なんでしょうね。神羅に乗っ取られてるようなもんですし、面白くないのでしょう。わからんわこんなもん。運ゲーやんけ。6分の1を引けたらご褒美って感じか。ここは一挙土下座祈りで、一発で当ててやりましょう。そら当たらんわな。土下座祈りはこんな場面では機能しませんわね。市長は神羅のことを嫌ってそうなので選んだんですが、そういうわけじゃないんですね。もうわからんので、適当に選んでいきましょう。どれやねん。全然当たらんぞ。この市長さては、神羅のことを嫌っているようで、時間稼ぎしてやがるな。とまあ、市長のせいにしておけば、私のガバガバプレイには、誰も気づかないだろう。最後の一個まで当てられなかった事実には、きっと気づかれていないはず。それにしてもこの神羅という会社、謎解き要素が多いですね。ここは、全体化のマテリアをゲットできるということで、4、5回やり直して、どうにかこうにか、全体化のマテリアを取りたいと思います。
私のパーティー、いつまでも全体化ができなくて、若干雑魚敵がしんどかったですからね。全体化をゲットできるのは、非常にありがたいです。シンラジム特製ドリンク、魔法の力で元気いっぱい、これは買うしかないでしょう。は?250ギル返せや。シンラ、大企業なんだったら、設備くらいちゃんとしとけっての。乱暴はやめろじゃねえっての。受付のお姉さん、お金を入れたのにジュースが出てこないんですけど、補填してください。ダメだこいつ。ジュースが出てこないのを、どうにかしようという気が感じられん。これはもう、実力行使をするしかないでしょう。何発蹴っても、ジュースは出てきませんでした。シンラカンパニーに、250ギルぼったくられました。正確には、ジュース会社か?ですが、シンラ特製ジュースとか書いてるんだから、シンラが作ってんのか?やっぱりシンラにぼったくられてるやんけ。10億ギルの損失を出したからって、庶民から250ギルを搾取しようとすんなや。トイレの換気口から、プレジデントの会議室を覗くらしいです。ほんとこの会社、ガバガバな警備やな。喋るな。バレるだろうが。てか、クラウドの頭の、名探偵コナンの蘭姉ちゃんみたいになってる部分、切り落とせや。上を見られたらそこでバレるだろ。7番街は、もう戻さないみたいですね。ネオミッドガル計画とは一体、何なんやろか。値上げ反対。国民に一律10万円配布しろ。宇宙開発部のおっさん、ざまあ。おいおっさん、脇腹おかしいことになってんぞ。どうしてこのゲームのぽっちゃり体型のキャラは、腹がパックリ割れるんだよ。どう見ても違和感があるだろ。何言ってだこいつ。自分らで仕込んでおいて、よく言えるな。この会社の上層部、やべえやつしかいないんでしょうね。急に日本人みたいな名前のキャラが出てきたな。どういうこっちゃ。要するにエアリスト、子作りしようってか?いいなぁ北条、私来世は、北条になりてぇなぁ。北条、生え際はめっちゃ後退してね。やっぱり来世は北条にはなりたくねぇわ。お、バレたか?クラウドの髪の毛、隠しとけ。ふう、バレなかった。よかったよかった。てかこのカンブラ、よくトイレから匂いが漏れてる場所で会議できるな。尊敬するわ。ということで、北条の後を、つけていくみたいです。いやいや、そこはさすがにバレるやろ。クラウドさぁ、何度でも言うが、蘭姉ちゃんの部分、どうにかしろって。そこのせいで、隠れてる感が出ないんじゃ。てかその場所じゃ、北条側から丸見えやろ。今通過した下っ端も、気づかないふりしてるだろ。髪の毛の色が、周りと比べて浮いてるんじゃ。ダメだこいつら。全然気づかねえ。もしかして、バレると思っている私の方がおかしいのか?周りがおかしいと思っていたら自分がおかしかった、ありがちなことですね。かわいそう。また知らん単語が出てきたな。1パートの中で2、3個くらいは、聞いたこともほほほ、たまらんのう。これはあくまでも、謎の生命体ですからね。決してやましいものじゃないぞ。勘違いしてはいけない。多分ね、進めていったらやましいものだったらどうしよう。
おうこの棒立ちゴリラええ加減にせえよ。ティファは駆け寄ってくれるのに、なぜお前は、ずっと棒立ちなんだよ。クラウドに対して、関心がなさすぎるやろ。こいつの完成どうなってんだよ。こんな敵の本拠地に乗り込んで、未知のものを見てバカバカしいはいかんでしょ。今の首なしがきっと、ストーリーに関わってくるんだぞ。お、毒のマテリアですか。新しいやつですね。毒ということは、ポイズンとか、バイオでしょうか。バイオでしたね。私、スーファミの印象が強すぎて、バイオって、最強魔法だと思ってる節があります。通りが良すぎて、めちゃくちゃ使い勝手がいいという印象です。このゲームでは、どうかはわかりませんけどもね。弱いということは、ないんじゃないでしょうか。なんでや。言われてみれば、確かにそうやな。いやいや、ぶっ壊してしまえば、エアリスを中から取り出せるのでは？イケゴリラ、やっちまえ。よえー、さっきのサンプル呼ばわりされてた獣やんけ。獣にされるのを見る趣味は、私にはないぞ。どうにかしてエアリスを、助けなきゃ。何をするって、この人はエアリスと獣がバチコリ系するのを見る趣味があるんでしょ。イケゴリラ、お前のガトリングで、ぶっ壊せー。どうせ強化ガラスとかで、ダメージが通らないんでしょうけどね。聞いとるやんけ。ゴリラ、たまにはやりますねー。てかこの北条とかいうおっさん、ほんとアホなんですかね。私がいないとできないぞ。とか言って煽ってたのに、ゴリラが銃をぶっ放した瞬間、やめろーはないやろ。ほんとみっともないおっさんで、笑っちゃったわ。しかもサンプルの犬に、噛みつかれとるやんけ。このおっさん、戦闘能力ゼロやんけ。そりゃあクラウドの蘭姉ちゃんの部分も見逃すわ。犬に噛みつかれながら、何を生きっとんねん。ゴリラが珍しく頑張ってくれたので、ゴリラをパーティーに入れましょうかね。この感じは、ボス戦でしょうからね。てかこの下の階層にセーブポイントがあった時点で、ボス戦があるというのは、ある程度想定してました。うへぇ、4体もおるやんけ。1体ずつ倒して、数の暴力の状況を打破する必要がありそうです。あ、クラウドが、毒になっちゃいましたね。まあ、直すのもめんどくさいので、気にせず攻めていきましょう。FF の毒って、そこまで脅威じゃない印象があるので、放っておきたいと思います。やばそうだったら回復をするということで、いいんじゃないでしょうか。ちなみに毒を無効化するペンダントみたいなのを道中で拾っていますが、あれはゴリラが装備してます。あ、そういう系の敵ですか。これは、前3体は一切殴らなくても良さそうです。とにかく後ろだけを、タコ殴りにしていけばいいパターンのボスですかね。1体目を倒した時点ですぐに蘇生をしてくれるのは、ありがたいですね。仮に、3体目まで倒したところで全員蘇生をされてしまったら、テンションが下がりそうですしね。あ、なんか色々と画面をごちゃごちゃやっていますが、気にしないでください。攻撃を決める標的の時に、名前が一覧で出て、どれを狙うかを文字で出るようになったりしないかなと思って、いろいろ試しちゃってます。後ろの本体みたいなやつを殴りたいのに、なかなかカーソルが後ろに行かなくて、いろいろ苦労してます。このボス、そんなに大したことなさそうな感じですね。北条とかいうやつが、こいつはやべえぞみたいに言ってましたが、全然やばくないですね。私がここまで戦ってきてやばかったのは、エアバスターだかいう、第二形態まであったボスくらいですね。
序盤ということもあって、敵はそこまで強くないのが多いという感じなんでしょう。本当に全体化って、便利ですね。全体化できる回数に制限があるとはいえ、ドラクエでいうところの、ベホマラーを撃てるわけですからね。全体化があるとないとでは、大違いです。あと450くらいか。そこまで HP はないですね。タコ殴りにしてしまえば、割と数ターンで倒せそうな感じです。リミット技を打てば、150とか与えられますしね。本当に、すっかり魔法ゲーですね。後列にいるわけですし、魔法を打った方が火力が出るのが悪い。なんだかんだで、毒は直さなくて正解でしたね。直すに越したことはないんでしょうが、数値を見ている感じ、放置で問題なさそうな感じっぽいです。よっぱ、何事もなく、北条が言ってたやべえやつ、突破です。私のいじり先が、ゴリラから北条になりつつある。4本足だったら選ぶつもりだったのか。あ、わからないことをごまかすために、難しい言い方をするパターンのキャラだこれ。あんなやつ、油断をさせる必要すらなかったぞ。お、なんか、変なマテリアを拾いましたね。これはあれか、他のシリーズでいうところの、青魔法的な感じのやつでしょうか。これは基本的に、誰かにつけておいた方が良さそうな感じですね。え、なにこれ、くっそ強いやんけ。このゲームマジで、盗むゲーなのでは？武器屋で装備を買うのが、アホらしくなってきました。これもう武器屋で買わないで、敵から盗んでた方がいいのでは？という感じで、今回はここまでにしたいと思います。ここにはもう用がないみたいなので、脱出するんでしょうかね。それでは、ご視聴ありがとうございました。